皆さんこんにちは、丸末春役の松岡義嗣です。幼馴染が絶対に負けないラブコメ第7話のキーワードは末春 vs 黒羽ということですね。まあそういうことですよ。記憶喪失じゃなかったんですよね。末春って疑わないんです。全力で心配していて、まさかの記憶喪失、嘘でしたって、ごめんねみたいな感じで済むわけねえだろみたいな感じですよね。いくら幼馴染嘘をついてはいけません。でそういうんなことでもちょっと喧嘩してしまうんです。仲がちょっとだけギスギスするというか。そしてあのマリアが、軍情同盟に正式参加して、軍情同盟初の企画会議で水着の PV の撮影案、海の話が来ますよ。皆さんぜひ見てください。第7話は5月26日に放送です。お楽しみに。黒が悪いんだろ。春のバカ。最初の提案はこれだ。水着あり。もう10月だぞ。だってあなた今スーちゃんと喧嘩しているんでしょ。俺は面白い方の味方だ。